真の幸せな成功法則、成功するエネルギー、今回85回目です。今回のテーマは表に出ない努力です。さあ、こう成功されている方とかキラキラしている方を見て、その表面だけを捉えていいなとか、私にはできるかなとかできないかなとか、まあ、その表面上だけを見ることって多いと思うんですね。でもその成功されている方々にもみんな裏の努力、表に出ない努力という積み重ねが絶対あるはずなんです。ですから、例えば、ああこれやって、一つのことをやって、あダメだったからもうダメなんだ、ね、じゃあ次どうするって言った時に、所詮私もうダメだからって、それで諦めてしまわれる方たちが圧倒的に多いように思えます。だからそこをそうではなくて、積み重ねていくこと、その自分のこうなりたい自分であるとか目標があったとしたならば、そこに地道に、本当にこれ地道な作業です、地道に積み重ねていくこと、これが本当に大事なことなんですね。その継続力であるとか、そういうことがあっての成功するとか、キラキラしていくとか、やっぱりそういうことの積み重ねです。ぜひぜひ表に出ない努力、そんなことをしてみてください。それも成功につながっていく一つです。それではまた。